お椀のマテリアルが不自然なので、フレークのテクスチャを与えてみます。とりあえず汚くなはなった。UV の調整が必要です。マッピングします。とりあえず今のサイズ感は確認できました。でかすぎ。
10くらいあっても良さそうです。スクルスレンダリングのノイズなのかフレークなのかちょっと見分けにくいですが、期待した表現になってきています。黒だと分かりにくいから色として確認。手垢の汚れマップの現状も確認した。
シャドウ、キャッチ、アーベスがいじめ率のグロムをオフにすると反射も無視できます。かなり寄ってもいいと思う。一旦ここで納得いったので終わりとします。